そ400m 先、右方向。あれなんかフリーフォール的な感じじゃない？あ、バンジーじゃない、あれ T になってるやつ。絶対それっぽい。いやー、バンジーは本当に無理。はい、こっからは高速でございます。瀬戸大橋、80キロ瀬戸。でかい、でかい。でも続くね。すごいね。ああ、長い。じゃーんと瀬戸大橋、天気もめっちゃいいで、今ねずっと向こうから走ってきまして、もうじき四国に入ってまいります。で、次四国渡って何神社って言ったっけ？琴平宮。琴平宮じゃね。そこにね、行ってこようと思います。それにしても景色ね、最高にいいね。眺め抜群だね。こんな感じです。ほんと天気には今回恵まれてますね。暑いぐらい。到着。これをひたすら上がっていく。ちょっと怖いね。最終的に結構来るんだね。なんか昭和な感じもいいね。あ、楽しいねここは。ずっと階段がある。お土産屋さんもいろいろある。これか？これ？急に来たね。段がすごい。狛犬が。違うと。狛犬が。反対側も。これか。香川県。ようこそ琴平へ。これ上がるよりさ、降りる方が大変じゃない、これ。だいぶ。だいぶ上がった。だいぶ上がってきた。今あの雲で隠れてるからまだマシだね。簡単で出会ったらやばい。294段目。おお、おお、結構上がってきたよこれ。さすがに息切れするわ。ひたすら直線。わ、日が照ってきた。日が照ってきたらきついねこれ。ちょうど曇りぐらいが、雲に隠れてるぐらいがちょうどいい。これ打ちひしがれるね、この階段の多さ。すごいぞこれは。めっちゃ大きくない？なんか見えてる範囲、近くまで行ったらどれだけの大きさこれ。もうもはや本当山登り、汗が半端ない。セミ鳴いてるし。セミ鳴いてるぜ。おお、すごい立派。では先に進む。もうあれ買うわ僕、あのパワースポットのお守り。
ここまで来たら黄色な、あと少し、お、あと133だ。あ、もうそんなもん、意外と早いじゃない、全然予想より。よいしょ、んラスボス感半端ない。一日でこれだけの階段登ることもそうそうないよ。そうそうない。あの石畳でさ言ってたら全然全然もう何の何のこれからっていう感じだよね。これすごいよ。ラストラスト、お、これは？来ました。おみくじ、うん、今聞いたらまだ500段以上あって2、30分かかるっていう、上までということで、うん、黄色いお守り買いました。上まで行きたいけどちょっと時間が足りないね、さすがに。往復早い人で40分、普通で1時間。あれのことだし、綺麗、あっち側に見える橋が、はい、ちょうど雲とね、綺麗やね、さぬき富士だって。あれ、あ、本当だ。本当だ。ということで無事ね降りてまいりました。結構すごい階段だったね、うん、あの予想外で上の上までまだあるっていうね、まあ、そんな感じでコンピラさん来られてよかった。お守りも買えてよかったです。でソフトクリーム最後食べられるか、それで動画終わりにしよう。食べられるか食べられないかの結果でこれ最後開いてるんじゃない、やってる？あ、やってる、多分やってるか、終わってる、こっちやってるよ、ギリ。同じようなやつあるよ、これ。うん、これあるよ、3本にしよう。すごいね、自分でやるシステム。2、3粒ずつ、センスがあるやつ難しいね。難しい、ちょっと待って、膝がめっちゃ悪いよんやけどあんだけ階段登ったり、あ、下ったりしたから、うん、座ったらガクガクなんやけど、え、全然可愛くつけれんそう、可愛いよ、履けすぎかね、欲張りすぎた続きましてはこちら引っ越し大名のロケ地ですね。こちらの方行きたいと思います。ロケ中待機場所、まあ、いろいろありますね。